はい、こんにちは、弁護士の坂口康史です。今回も紀州のドンファンこと野崎幸助さんを殺害したという事件で昨日起訴された須藤早貴さんの件について簡単にコメント解説したいと思います。今日の報道だと昨日の19日に殺人罪と覚醒剤取締法違反で起訴されたという報道があったんですが、同日昨日付でさらに新たな詐欺事件で再逮捕されたという報道も入ってきました。この詐欺事件なんですけども、2016年の1月に札幌市在住の60代男性から1170万円を騙し取ったということで詐欺罪で再逮捕されたということです。これまで、詐欺で告発されていたということが報道でされていたと思うんですね。野崎幸助さんが経営していた会社の口座から自分の口座に現金を振り込んだという、詐欺容疑で告発されていたという報道は出ていましたけども、今回再逮捕された2016年の札幌市の男性を被害者とる詐欺事件についてはこれまで全く報道も出てなかったわけです。この告発をされていた事件でなくて、またこの2016年っていう、かなり前の事件を掘り起こしてきたということからすると、捜査機関としては掘り起こせる事件は掘り起こして時間をかけて起訴できるもの、有罪にできるものを見つけ出して徹底的にやっていこうという意思の表れなのかなと思います。で、あわよくば再逮捕再勾留して捜査をしていく中で、殺人についても自供が取れることが仮にあればラッキーぐらいな感じで、もう徹底的にやっていこうという方針なのかなという印象を受けます。なのでこの須藤早貴さんの裁判っていうのがいつ行われるかっていうのは本当に結構読めない。こう再逮捕とか追起訴って言ってさらに、その詐欺事件が起訴されたりするとどんどん裁判やるのが遅くなっていくことにはなりますんで、今後だからどんな事件が起訴されていくのか再逮捕されていくのかっていうのをちょっと全然読めない状況にあるのかなというふうに思います。いずれにしろ須藤早貴さんの件続報を待ちたいと思います。はい。